八坊さん、ハートありがとう。ひだゆきさん、結婚してありがとう。やだけど帰ってくね。ゼロさん、選ぶよ、ありがとう。ナラリーさん、かわいい、ありがとう。高橋さん、でごさん、ハートありがとう。ミグオツルさん、結婚してありがとう。やだけど帰ってくね。こんばんはさん、ハートありがとう。ナラリーさん、結婚してありがとう。やだけど帰ってくね。リュウヤ、ハートありがとう。ミソカツソニックさん、ダルマありがとう。マキマキマキさん、雪ありがとう。長瀬かくやさん、雪ありがとう。トトミチさん、ハートありがとう。ピンゴツロさん、ハートありがとう。ナナニさん、雪ありがとう。オロチさん、アレブイありがとう。ボカさん、ハートありがとう。マサイポモチさん、ハートありがとう。ヤマジンさん、ハートありがとう。下北だから配信パチパチパチ。ありがとう。下北。下北やっているうちに、オキさんが、くるくるびっくりしたんだけど、普通に。ラスカルさん、ハートありがとう。ヒサさん、ハートありがとう。フォイユさん、誰もありがとう。おせぽもちさん、ハートありがとう。オノピーさん、結婚してありがとう。やだけど帰ってくね。ヒサさん、ハートありがとう。ユペヤさん、ハートありがとう。えき、ふくちゃんさん、ゆきありがとう。ユペヤさん、ハートありがとう。ヒロクさん、ハートありがとう。よかった、ありがとう。嬉しかった、ありがとう。おせぽもちさん、選ぶよ、ありがとう。アクラさん、ハートありがとう。フォイユさん、ゆきありがとう。可愛すぎ、嬉しい、やったね。ちょっとさ、下北ありがとうございました。私ビラーニャさん、ハートありがとう。ベピラーニャさん、雪ありがとう。あ、よかった、ありがとう。今のうちに W か、できるかな。私まだあの奥さん仲良くなれてなくて、仲良くなれてないっていうか、くるくる的奥さんはなんかあのなんか雲の上的な、なんか普通に目合わせるだけで喋れないぐらい、なんか雲の上みたいな存在なので、喋りかけられなくてこうチキっちゃうんで頑張ります。カムカムさん、かわいい、ありがとう。ゆきさん、ハートありがとう。ヤマジンさん、リモスターありがとう。ドンチャさん、クマありがとう。そう、手掛けで書いたの。イジリアさん、ハートありがとう。アツイさん、I love you ありがとう。ナビシさん、リモスターありがとう。かわいい、ありがとう。アツイさん、ユキありがとう。トシちゃん、オンパありがとう。イジリアさん、ハートありがとう。ユキさん、ハートありがとう。下北じゃないよ、オンラインだよ。オンライン、オンラインオンライン。確かに、オケさん、カメコ、そう、プチ生誕してくださった、優しい、本当に優しい、優しいです。下北編も今日の大倉さんとの絡み良かった、本当ありがとう。思い出作れるように頑張ります。もうでも、え、本当にまだでも実感はないかも。ダースさん、ハートありがとう。リンクさん、ハートありがとう。クルクルのこと好きそう。ポニースタバおごってもらった。クルクルがおごりたいと思います。おごりたい。ちょっと、2回目でリラックスしてたように。あ、できてた。生電話してみたい？え？ぜひ来てほしかった。カズくん、ハートありがとう。ポルダーグリさん、I love you ありがとう。ね、卒業の理由がね、いや、そうなの、なんか研究生公演を見てなんかと言ってたけど、えって思った。え、本当に、本当に、本当にって、もう、いやいやいやって思った。全然足元にも及ばないですって、引っ張っていける。フォルダグルさん、ラブユーありがとう。カズトモさん、ハートありがとう。デュアダルもありがとう。ユウカが一人になっちゃう。ルビさん、ハートありがとう。オロチさん、結婚してありがとう。嫌だけど帰っとくね。同じ会最後までいる。なんか言ってた、いつ最終活動、熊の皆さん、ハートありがとう。
コンジさんハートありがとう。たすみだんやさん尊いありがとう。え、下北、え、そう名前も読むよね、面白かった。下北の FM さん、しみさらさんが二度と出れない、え、そうなの。小田みなさんハートありがとう。いつもの感じで話してた、よかった、ありがとう。ソラさんが選抜入りした時から覚悟し、え、そうなの、そうなの。保有さん、ゆきありがとう。読まれんと思ってたメールが読まれて、え、そうなの、そうなのばっかり、そうなのばっかりなんだ。会社も的確、ありがとう。ラジオテキスト高い、ありがとう、嬉しい。しゅんさん、花ありがとう。ね、ゆうくるくる見ながら、おきさん見ながらだったけど、いきなりうわってなだよね。いや、くるくるは知らなくて、でもうずっと分かって知らなくて、のんきにのんきにおしゃべりしてて、終わって X 見たら、えー、みたいな、えー、と思って、あのありがとうございましたのツイート、そこ迷ったんだけど、でもまあそこはまあしてもいいのかなと思ってしたんだけど、めっちゃびっくりした本当に。脇さんの望み通り若手が必要、おしゃべり、でももっと頑張ろうと思うけど、頑張ろうと思うけど、まあ、その私たちにその伝わるのかってとこですよね。嬉しい、いちごなりたいのさん、アイラブユーありがとう。奈良さん、ハートありがとう。福将軍さん、ゆきありがとう。ああとお手紙と生電話もたくさんありがとうございました、嬉しかったです。リマさん、ハートありがとう。町田さん、ハートありがとう。かわいい、レンタルキャッツさん、花束ありがとう。あ、最終活動決まってないのか、なんか5年後とかにしてくれないかな。決まってないならさ、生きる5年後でって言ってほしい。5年後の何月何日ですとか。オロチさん、ハートありがとう。風友さん、I love you ありがとう。ノーピーさんと少し話すタイミングはないけど、あの X でコメントくれてたから後で返そうって思った。A ちゃん、ハートありがとう。卒業か、確か7周年コンサート行ってほしい。山さん、行きありがとう。ゆきさん、ハートありがとう。怒られた、そうなの。電話の申し込みが間に合わんで泣いてました。ぜひ次はよろしくお願いします。放送事故なりかけて、え、全然来てくれただけでめっちゃ嬉しかったよ、嬉しかったよマジで。先発さん、I love you ありがとう。びっくりした、配信送り決めてさせた、そうなの。あつやさん、ハートありがとう。会話成立してたから少しだけ多分大丈夫だったと思う。そう、電話だからね、ちょっと聞き取りづらい部分もあるんだけど、頑張った。オロチさん、リモンスターありがとう。頼もしい。事前に聞いてるメンバーほとんどいない。そうだよね。マサオハートありがとう。松高さん、かわいいありがとう。山さん、クマありがとう。松高さん、尊いありがとう。キャラ商品持って帰ったよ。山さん、雪ありがとう。5年後はなかなか新しい冬って言ってた。一ノ瀬美久さんのブログのタイトルがかわいい。沖さん、その上に行ってほしい、本当に。キュールさん、ハットありがとう。ノッピ、今日ツインテデビューね。ノッピノーピー何回言っても、次はしないって言い張ってた。さすがにね、おっさんのあれだと。としちゃん、雪ありがとう。おきさん、でもおきさんのをつぎるように頑張る。今さん、レンボスターありがとう。トイさん、ハートありがとう。優雅をつぎるように。メールしてよかった、こちらこそ嬉しかったよ。トイさん、ハートありがとう。オノピーさん、ハートありがとう。エマピー、かわいいありがとう。コツがいるよね、そうだよね。四国小倉クマさん、グーありがとう。サクサクさん、雪ありがと
オンピーさん、レゴスターありがとう。母さん、ゆきありがとう。ゆきさん、ハートありがとう。似合ってる？やったー。 H パパさん、結婚してありがとう。やだけど帰ったくね。ね、昇格見届けてほしいね。時松さん、雪ありがとう。心配してない？本当？嬉しい。沖さんの分身いただいて。え、なんかさ、いちごさ、沖さんに似てるって結構言われてるけど、くるくるわかんないんだよね。なんかどこわかんないの。なんかでも人間を、この世界の人間をなんか顔で 5個ぐらいに分類したら同じ部類に入りそうってと思うけど、わかんないんだよまだ。竹松さん、 I love you ありがとう。結婚してもありがとう。やだけど帰っとくね。ゆういちさん、ハートありがとう。サクサクさん、ハートありがとう。1月公演出るよ。公演出るよ。1日と7日がもう出てますね。1日は元日公演、僕隊で、7日は花は誰のもの。え、7日って沖さんとかいたりとかする？カノエ文字の方、ゆきありがとう。いる、でかい、声がでかい。いる。1月7、思い出作ろう。いつもで驚かせてごめんなさい。いやいやいや、嬉しいですよ、来てくれ。 3.753 息、あ、間違えた、ハートありがとう。 A ちゃん、ハートありがとう。ちびぞうさん、結婚してありがとう。嫌だけど帰ってくね。トトイありがとう。トイさん、めっちゃ可愛い、ありがとう。めっちゃ可愛いと嬉しい。電話とのクルクルの直球に焦ってフレーズだから、これが返事。あ、めっちゃ可愛いいただいたので、じゃ信じることにしました面白い、面白すぎる。ありがとう、嬉しい。この返事しっかり受け取りましたよ。まだクルクルのこと好きって。ありがとう、めっちゃかわいい。タワー本当に嬉しい。待ってるから、福岡も伝わってよかったよありがとう、ラブユー。ラスカルさん、ゆきありがとう。ハートもありがとう。そう、なっちゃんさんの生誕祭、なっちゃんさんの生誕祭と、多分昼はノーマル公演ですね。ノーマル公演ぜひ見に来てください。多分生誕祭、多分ちょっと気にくい部分もあるかもしれないんですけど、皆さん生誕祭じゃないのに出演するのもなかなか多分レアだと思うので、ぜひ来てください。1月7日、まあでも大変な時期かな。誰がハゲやねんさん、ハートありがとう。山さん、ハートありがとう。1日公演申し込みしたが当たる気がしない。え、多分当たるよ。あ、キャッパがすごく広いところだと思う。沖さんに抱きつく。ちょっと勇気が。この前ちょっとだって私ちょっと気持ち悪いこと言っちゃったもん、沖さんに。沖さんに、なんか、沖さんと話してると、なんか喋れなくなっちゃうんです。好きすぎてとか言っちゃったの。気持ち悪いよね、私。好きすぎて喋れないんですって。なんかいてくれるだけでいいみたいな。見るの格言の人の歌詞、確かに
まだ僕にできる愛とは引き止めないこと。確かにそうだよね、引き止めないこと大事だよね。今の僕にできる愛とは引き止めないこと。あたりに星が降り注ぐ頃まで。カメコで高画質 WU か期待してます。誰かに撮ってもらおうかな。当たりますようにね、当たりますように来てください、ぜひ。誰出るっけ1月7日。同期。なかなか立ち上がれない。して好き。離れたくはないと言ってたのに。ラーメンに箸つける瞬間だよ。そうだったの、本当だったの。吉田さん行きありがとう。マッキーさん行きありがとう。そう、今日はそう、STU スタディダンスの放送もあります。ゆいちさん可愛い、ありがとう。夢と現実。ノーネーム、ノーネーム。としちゃんオープンありがとう。ヨシさん可愛い、ありがとう。現実は違う。もうここには来られない。生誕祭。ね、生誕祭。そうだよね、卒業発表ね。ショールームでする方もいるし、生誕祭でする方もいるし、普通の声、生誕祭じゃない。何するかも。おーさん、結婚してありがとう。やだけど、帰っとくね。おーさん、ハートありがとう。人たらしじゃないよ。もうガチ、ガチ、ガチね。ガチ。少し前のパセリさんにそっくりで。じゃあ、キモいって言ったらちょっと、あれだよね。としちゃん、誰もありがとう。会いたくなった、来てほしい。1月7日。最近初めのポジション狙って、狙ってない。来るから、私は苦手だもん。よくできるなとか言っちゃあれだけど、すごいなって思う、あずみん。でも、あずみんのは、素だから、あれは、なんか、あずといキャラで売っていこうってあずとくしてるわけじゃなくて、なんか、もう素で、なんかあずとくなってるやつだから、いいなって思うよね。くるくるは、素でもできないし、作れない。しようと思ってもできないの。なんかあざといの仕事しちゃったら、なんか鳥肌立っちゃう。その自分にね。なんか自分に鳥肌立っちゃう。確かにね、電話で名前聞かれたら本名一緒になるかも。さっきありがとう。こちらこそ。おじさまマスターさん、ゆきありがとう。そうだね。下北、聞いてくれた方、登録してくれると嬉しい。で、可愛かった。森下真央さん。生電話のファンの方も、いい方だった。本名を言ってたから、大丈夫かなと思ったけど、いい方、優しそうな方だった。ミスターさん、花ありがとう。ハウエさん、ハートありがとう。声持ち込んだ。ありがとう、出る声全部。嬉しい。電話出ようとして部屋出るとき、足の声びきを出した。やばすぎ。感じなかったよ。青似合う、嬉しい。じゃろ、青好きなの。ゆきさん、ハートありがとう。ゆせいさん、ハートありがとう。サディ、くるくら食べる側に、回りたいと思ったら食べる側なんてあるのと思った。見ちゃったとき。ありがとう。としちゃん、誰もありがとう。ハッシュタグ2は初公開。そう。画像作ってくれんの。やばい、でも告知、ちょっとしてなかったな、今日。ケンさん、ゆきありがとう。見てほしいです、ぜひ。お、カメラでもいっぱい作る思い出。生徒さんの発表きついのか。確かに。71の同期、あずみとりゅうず。なるほどね。撮ってもらおう。確かに。握手会で生誕祭に絶対に来てほしいよ。危険信号。言われたの？確かにね。でも発表の時は、まあね、来てほしいと思うよね。生誕祭、確かに、生誕祭だと多いからね。自分のファンの方が一番。橋本丈二さん、雪ありがとう。私はもう、卒業系全部、なんか、敏感になっちゃう。生誕祭とか。だからもう、生誕祭の
メンバーさんのあの自分の語る方、手紙じゃない方の自分の話を喋る方の時はもうほぼ睨んでる。私多分こんな目で見てる。言うなよと思って。え、そう、素だよ。安住あれ素だよ。裏でもずっとだよ。すごいよ。カントシさんハートありがとう。ホタルイカエレミさん I love you ありがとう。昨日の配信見たけど落ち着いたキャラに交換です。え、嬉しい。あ、昨日なんか嬉しい。 STU チャンネル、え、結構くるくるクイズ正解しとったくない？いや、くるくるね、あのなんか世界でとか流行ってるものとか結構敏感に見るタイプなので意外にいけました。 Y2K とかでもなんか面白くなかったかなとか思ったけど、もし面白くない回答してるかなと思ったけど、まあ経験ですね。しっぽさん行きありがとう。ジャズコンサートのトラカピオ、そうだよ明日。くるくんまだ30年卒業しない。48歳になってるよ。ん、48歳でも押してくれる。デーモンさんかわいい、ありがとう。かなとしさん行きありがとう。としちゃんハートありがとう。ねえ、いつか下北の現地行きたい。カレー美味しいお店とかさ、行きたい、行きたいです。かなとしさん行きありがとう。ホタルイカエレミさん誰もありがとう。レイ・オブライトさん、レイ・マスターありがとう。マスタカさん、ゆきありがとう。ナベチさん、花ありがとう。あ、初見です。この前の STU チャンネルお疲れしました。お疲れ様でした。ありがとうございます。え、初見で。え、来てくださって嬉しい。STU チャンネルから。やったー。ぜひフォローしてねーとか言っちゃって。チャンネル登録もしてねーとか言っちゃって。X もフォローしてねーとか言って。楽しかったです、STU チャンネル。緊張しました。でも、緊張した。好きな人や憧れの人に会うときは早口にならないように心がけてます。え、くるくるも結構ね早口なの。そうだからくるくるも気をつけてる。最近センター祭、確かにね怖いよね。ジローさんかわいい、ありがとう。え、そこかさ、センター祭くるくるもビビってた。メリちゃんグーありがとう。そう、裏でもだよ。そう、あずみ面白いよね。いいよね。でもいいと思う。あ、頭いいと思った。やったー。ホタルイカエレミさん雪ありがとう。ハートもありがとう。賢い。そう、スチームはリクエストしたの。なんか調べたらさ、 2万じゃないっぽい。ヨシゾンビさんタコありがとう。キタゼありがとう。オカッピさんクマありがとう。食べたいカレー。ホユさんハートありがとう。天使のぐさんハートありがとう。そう、え、チャット GPT とかさ知ってると思ってた。みんなめっちゃなんか流行ってなかった。てかノアピがね、ノアピがめっちゃ言ってんの。チャット GPT チャット GPT って言ってるからなんか分かった。9月の研究セッターの選手力、え、そう、なんかね日にちがね違った。びっくりして面白かった。まあまあ、おせぼもちゃんハートありがとう。今年は本当にお幸せの時にお世話を強く感じる。まあそうだよね。ちょっと前からね結構多いよね。多いよね。発表ね。いや、くるくるもおざもこさん、ももこさんです。やっぱり深い意味はなく、アイドルをやってるその人が特に好きだから、アイドルをやってるももこさんを好きになったから、ずっとアイドルでいてほしいと思った。普通に、まあでも引き止めない。そう、下北ひめさんオファーしてたって言ってくださって嬉しかった。くるくるもちょっと前からやっとですねって言ってくださって。太田さん行きありがとう。
松坂さんリモンスターありがとう。ね、ステッカー可愛いよね、 2.5 機のあのタルボの。え、思った、ステッカーくるくるも欲しいと思った。可愛いよね、可愛かったよね。私ゲットしてほしいんです。ナメチさん花ありがとう。サシスさんハートありがとう。シトジロさんダルマありがとう。リョウちゃんアイラブユーありがとう。アズミのこたつは回収されてましたね。アズミ、おじさん可愛い、ありがとう。あ、ヘビ化現象やった。スキ化現象なのであれば、スキ化現象。使ってる？チャット GPT。ガンちゃん、ユキ、ありがとう。マスパパチさん、レモンスター、ありがとう。チャット GPT 怖くない？でもなんか、AI にこの世界乗っ取られそうで、くるくる使ってない。同期が少ないって最後にスキャップするのつらいもん。確かに、そうなのか。確かに。そう、ガタむずい。え、ガタって点々じゃん。ほんとよ。ガタね、めっちゃ悩んだの。で、何回も書いちゃった。ガタガタ。あと、ね、さん、ハートありがとう。卒業しても飲んちゃうし。わかる、かわいい。おた仲間が、ももこさんのファン見今もいて。そうなの、いいな。え、くるくるさ、おたももこさんのさ、あの、洋服のさ、お店のやつ行きたいと思って、毎回さ、お仕事入ってんだよね。パーカー着るか分からないけど、もしかしたら。ありがとう。おしでさん、とっといありがとう。あずみこたつ。そう。こたつ惜しかったって言ってた。ニューバースとかもらってない。欲しいな。おろしされました。ありがとう。写真とかも AI でどんどん加工できちゃうから。ね。怖いよね。私物プレゼントはね、どうやって、申し込み聞いてないわ、ちょっと聞いとこう。でも多分始まってる気がする。乗っ取れとけ、乗っ取れから心配。怖い怖い怖いよ。アルファさんハートありがとう。クイズのクレンパさん可愛い、ありがとう。おかやさんどれもありがとう。答えが分からん時に中途半端なこと書かずボケに振り切る。いや、そう、なんか微妙になったらなんか振り切ろうと頑張って。乃木坂他の3期にはハマらなかった。へえ、でも山下美月さんは、え、美月さんは推してないけど、ああ可愛いなって毎回思う。あと久保詩織さんも結構好き顔ですね。仲間されました、ありがとう。でも結構私目移りしないタイプですね。あの、この人と思ったらその人。あとクイズのあの今年の流行語大賞、もうあれが出てきたじゃん、選ばれたの。あれは知らんかったんだけど、あのその前の日のニューエイプロジェクトの配信で出てきたんですよ。ニューエイプロジェクトの台本があるんですけど、台本に流行語大賞を取ったあれって書いてあって、でなんか多分アーカイブ見返したら分かるんだけど、そのくるくるセリフ言ってるのあれって、あれを言うしかないですね、徹底討論ですっていう、あれがその流行語大賞だからあれを言うしかないですねって書いてあったの。なんかこんな台本の説明してるか分かんないんだけど。それで分かった。だからニューエイプロジェクトのスタッフさんありがとうございます。そう、あれで分かった。でもな、何なのかは知らなかった。あれが何なのか分かんないけど、あれが流行大賞なのは分かった。台本にありました。しかもクルクルのセリフだったから、それが覚えててラッキーって思った。5期生さんはテレパンさん。でも5期生さんは本当になんかみんな違うキャラで、みんななんかいろんなところ、いろんな部類のトップみたいな可愛さだから、もう決めらんないって感じ。川崎さくらさんも好きだし、
テレパンさん好きだし、いつのすみくさん好きだし、セミはレイちゃん可愛い。え、くるくるの友達の推しメン、美形のお姉さん好み。あーでもかも、多分私口が大きい人が好み。あ、ゼーね、ゆきさんハートありがとう。上半身のあれ、ハイゼさんだるまありがとう。そう、ナイスタイミングだった。そうなの、りょうさん方さん I love you ありがとう。ドジャース、え、そうドジャースもパッと頭に浮かんだんだけど、なんかニュースに出てきたから、でなんかめっちゃなんか話題になってたよね、やばいやばいみたいな。でココアさんのツイート見て、ココアさんのツイートでなんか大谷翔平さんなんとかかんとかみたいなツイートされてたから、なんかあったんかなと思ってツイッターのトレンドから行って多分覚えてた。ドジャースは竹松さんかわいい、ありがとう。今年の感じでゼーだったね。今年の感じ、くるくるはシンハートありがとう。ゆきさんゆうたりだつ惜しかった。そう、ゆ幽霊のゆうが鏡光るの、ぜひあのくるくるの美術じゃないくるくるの受け取ってくれたら嬉しいですね。あれは配信タイガーズの優勝のことね、聞いてなんか理解した、聞いて理解。キリュウさんハートありがとう。ね、テレパンさんわかるよね、テレパンさん、ね、歌はわかる。でもくるくるはでもどっちかと言ったらなんか完璧なアイドルっていうよりかはわーってなってるアイドルさんの方が好きかも。好きっていうか多分好きになっちゃうタイプの人間な気がする、くるくるは。お、新しいショットのポーズ合わせるやつ見た？よく揃ったじゃろう。みんなもなんかやってみてほしい。やばい、香取慎吾さんも口大きいのコメント面白すぎ。顎外してくる、やばい。そう、くるくる、そう、くるくるが小さいからだと思う。小さいから大きい人が好き。そう、ドジャース、ドジャース。一番シティが可愛い、可愛いよね、シティのメンバー。ゆきさん、ハートありがとう。天才じゃろう。やすべさん結婚してありがとう。嫌だけど帰っとけね。見てる情報強いかも。でも結構見ちゃうから SNS 見てる系の人間だから多分。 E さん雪ありがとう。オノピーさんハートありがとう。ゆたりだと天国と地獄に詰まりました。面白かった思った。ジョーさんの面白いぽいぽいって思っちゃった。でもぽいありそう、なんか あ、そう、 ほっぺにほくろがある子が好き。ドジャースの漢字、あ、漢字の文字がからつけて、え、嬉しい。え、今日のさくるくる字これうまくない？なんかうまく書けたんだよね。くるしまゆうかくるくるです。うまく書けた。あの大倉さんに字が綺麗だねって言われて嬉しかった。字が綺麗とかもう可愛い。あ、50分ありがとう。デビュー当時の山下美月さん似てる？そんなことある？そんなこと、そんな嬉しいことある？でも多分目がバキバキになるのは似てる。3番目の風になろう。一杯の水のポーズ。面白い、ジョーさんすごいと思った。タカさん雪ありがとう。視認性の良さいい？いいじゃろ。ホエさん誰もありがとう。見やすいじゃろ。うまいと思ってた。やった。まっすぐなさんもまっすぐ書いてるところに性格、確かに性格出るよね。デビュー当時ゴリゴリオタクしてたの時、え、ゴリゴリオタクしててくるくる似てると思ってくれたの、それはもって嬉しすぎるんだけど。あんな美しくないですよくるくるは。ゆきさんハートありがとう。目力そう強いの。そうそう、宣伝もできてよかった今日。待って、そろそろスクショタイムしなきゃ。クリンパさんスノードームありがとう。クリコン当たってたけどまた仕事で行けなかった。そうなの、簡単だけ投げてみた。ありがとう、元日待ってる。
クロちゃんがもうグラビアポーズで、ごめん、待って、キャンセルじゃない、お断りします。お断りします。またグラビア撮影の機会をいただけたら頑張ります。おしずさん、ゆきありがとう、いただけるように、いただけるような活動を頑張ります。トキトキメキメキ、君にトキトキメキメキときめいて、気持ちがそわそわするようだっけ、なんか歌詞はっきり覚えてないけど、わかるよ。君に似てるですって、そんなことを言ってくださるんだ。山さん、ハートありがとう。探すまで待って待ってる。下北 FM ありがとうポーズ。横山さむらさん、アイラブユーありがとう。あ、17秒間、いいよね。くるくるさ、ご規制さんの曲だったら考えないようにするが好き。なべちさん、花ありがとう。葉っぱなんだっけ、葉っぱ違う、一枚太陽に透かしてだったっけ、なんかなんだっけ、太陽に透かしてかいね。トシとナオさんの声が好きですね。うだいくん、花束ありがとう。 A さん、ハートありがとう。放送事故ポーズ、17分間か17分間、肩甲骨。フォーユーさん、ハートありがとう。 H パパさん、ハートありがとう。突然ですがクリスマス前後3日間家にいないお父さん、これはくるくるのアイドル心と人間心が交差する質問ですね。うだいくん、ハートありがとう。でもくるくるとのイベントも来てほしいけど、家族の生活もでも大切にしてほしい。でもちょっと分身してくれんじゃん、普通に分身してくれない、やっちまったポーズ。21時55分、やばい、急がんといけん。びっくりしたリアクション、沖さんの。もうこんなのと悲しいのも混ざってる。確かに家族でイベント、家族で来て、家族で広島旅行のついでに。七瀬シルさん、めっちゃ可愛い、ありがとう、めっちゃ可愛い。ハートもありがとう。そう、ゆったり脱してきて、くるくるパパがそういう人なら別にいいかな。くるくるがアイドルオタクだから。そう、モービーピンチやばい、待って、少しタイム。ゆきさん、ハートありがとう。ひなしーさん、ゆきありがとう。あかりさんとさん、ハートありがとう。それでは男女見ます。あ、間違えた、あの元旦、あ、間違えた、元日の公演とジャズのイベントのチケットの受付が今日なんです。今日までなんです。実は23時59分までなんです。やばい。ルイさん、ハートありがとう。ぜひ来てほしいので申し込みお待ちしております。ちょっと元日からはちょっと難しい方も多いかもしれないけど、楽しもう、来てほしいです。あの後悔はしませんっていう。大阪くるくるつきました、え、嬉しい、ありがとう。大阪くるくる楽しみ待ってる。そしてこのこれもお待ちしております。今日までです。そしてお話し会受付中、今ぜひお待ちしております。1月13日の土曜日、おすすめです。3時間目です、おすすめが。ぜひくるくるとお話しに来てほしいです。それでは男女見ます。
13位、フォーユーさん、ありがとう。12位、マスタカさん、ありがとう。リジオロチさん、ありがとう。14位、オノピーさん、ありがとう。9位、タケモトルさん、ありがとう。8位、ヤマジンさん、ありがとう。7位、ヨシーゾンビさん、ありがとう。6位、ナカムーさん、ありがとう。5位、忘れっぽいもつさん、ありがとう。4位、クルーバーさん、ありがとう。3位、ヤマさん、ありがとう。2位、花火師さん、ありがとう。そして1位は、ドゥルルルルルルルパン。トーイさん、ありがとう。トーイさん、ありがとう。めっちゃ可愛いタワーも、ありがとう。嬉しかった。ハッピーな、ハッピーです。ハッピーな一日になりました。ありがとう。あと見て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 。ここに絆創膏してるんだ、今日。っていうだけでした。1位ありがとうございます。ありがとういです。それでは皆さん、今日見てくださってありがとうございました。昨日の STU チャンネルもありがとうございました。そして今日の今日の下北 FM さんもありがとうございました。それでは X の写真もこれついてるから見てごらん。それではおやすみー。